天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは25日、今春の学習院大卒業などを報告するため、東京都八王子市にある昭和天皇の武蔵野御紗さ,さぎと皇順皇后の武蔵野棟梁を参拝された。単独での参拝は初めて、グレーのロングドレス姿で臨み、寮の前で玉串を捧げて深く拝礼した。愛子さまは3月20日に学習院大の卒業式に出席し、 4月から日本赤十字社に就職し、本社、東京都港区の青少年、ボランティア課で勤務している。